会いたいがーです。というわけで、本日使っていくデッキこちらです。はい、ね、火炎を3枚ぶち込んだデッキを使っていきたいと思います。はい、でね、このちょっと名前がわかんないんですけど、こちらの方をね、まあ試していこうということで、せっかくならね、じゃあもう火炎3枚入れてやろうということで、このカップ戦報酬だったかな、リーティアっていうキャラと、この前のね、執念エキドナを入れて、はい、潜っていきたいと思います。うん、まあ正直、まあ、ぶっちゃけそんな強くはないと思うんだけど、まあ罠がね、多めだったりしたら、これ絶対通るんで、うん、まあそんぐらいかな、強みは。うん、まあとりあえずやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目。お、罠が多めのデッキだからいいんじゃないの、これは。あ、ただ初手罠こんかったらここで結構仕分けるけど、 OKOKOK ではないが、ビナはしっかり出せる。うん、どうしようかな、 X もありだなこれ。X いってみるか。うん、強い強い強い。お、囲ってきた。オッケー、ドリーム行きますか。ドリーム。さあ、これも結構出ますよ。おりゃ、オッケー。かなり削りをして、でこの後火炎をちょくちょく出せれば、かなり良きではある。オッケーオッケー。じゃあフェルノと出して、まあ召喚はあんま良くないけど、これで次でバイスが1500出るんで、ウィーブー。さやか入れてないんですよね今回。まあいいでしょう。おりゃ、まあ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 、次4000、5500角で、うん、HP 一緒ぐらいになるかな多分。うん、それは取るしかないね。いいサンクルになってくる。一回回復だけ阻止しとくか。バイセから行くのもったいないし、グナツ使えないんで、3、4枚、16、2400、バイスで飛ばんかもな。なるほど、それ潜れるんですけど、こっち。さあどっちで、ウンディーネで潜ればいいか。これウンディーネ神引きしたかもな、これ世界を救うウンディーネかもしれん。これ世界救ったかも、ウンディーネ。相手回復できんぞ。もうアルトが絶妙に刺さっている、絶妙に刺さっているぞアルトが。多分ね、シアンなんでフレブとかね、そういう系の回復が入ってると思うんで、オーケーオーケーオーケー、絶妙に刺さったんじゃないこれ。オーケーオーケーで、バイス4枚返し、通常耐えるねこれ。よし、あのこっちじゃなくて倍性コンボの方出たか。まあいいわ。よし、でこれを耐えて飛ばしていく。いやーいいね、アルトが絶妙に効いたのかもしれない。はい、対戦あざした。さあ混合ね、なるほど。おお、火炎引いてるね、よきよき。まあビナからいきますか。おりゃ、うん、いいね、いい火力です。減少するほど、これ相手のキャラにつきか。リーディアは正直応援だよな、こっちは可能性感じるんだけど。
ここで3ターン使うか。ここならね3ターン使えるんで、うん、さすがにねこっちあのビナ置いてるんでこいつを取ってくるとは考えられない、考えにくいんでですね。2枚、800しか出ん、弱い弱い、火炎が弱い、これは弱いね。買わずとか抜くべきだったかもしれない。これはデゴマ周りが悪すぎる。うん、これはちょっと囲うか。デゴ周りがちょっと悪すぎるな、これは。エアかー、これは負けたか。エア取るしかないな。いや弱い、絶妙な弱さを誇っております。エースゴマが1800しか出ません。エースゴマが1800しか出ません。エースゴマが1800しか出ません。うん、2手代するっていうわけわからん未来を信じてこっちから行きます。で次エキゾナ出してバイセかな。どうやってワンチャン抜けたりできる、無理。おっと、これフェイルノートからの方がいいんかな。いや似てたりしてももう飛ばせんもんな俺。二枚返しこれ耐えるわけないか。締め切りとか、はい。まあちょっとねきついっすねこれは。対戦あざした。さあおっと、タクハタチジ姫でございますね。オッケー、先行なんでバチコリしばいていきましょう。うん、こういうところはアスリンより強いよね。最大 HP プラスエクストラ HP まで削れるからねこいつは。はい、2分の1外していく。うん、6早めに出しとかも。アラジンを出したい俺は。普通にいいキャラを出してしまった。あー普通にいい駒を引いてしまったわ。おりゃ、まあぼちぼちいい召喚、ぼちぼちいい場所。そろそろ生きドナを引いとかんと使い物にならなくなるんで、そろそろ引きましょう。ちょっと使い物にならない案件になってきがちなんだけど、来そうなんですけど。はい、最高な召喚場所、最高すぎる召喚場所を獲得しました。最高な場所。さあどう来る、どうする、どうする、君ならどうする。
なんかすげえ転結初期的ななんかキャラ入ってるな。初期ってんな。オッケー。絶妙な雷撃防御。オッケーオッケー。絶妙な雷撃防御入れてここで。でまあ右下 X 来るのが妥当かな。ですよね。でまあそのヴィーナスは回収させてもろって、返していいかな。正面返すまでもない説もある。返すまでもない説はあるな。これ一回アンチ入れとくか。雷撃入れつつ回復して、カード取られないんで、まあこれでよかったんじゃないかな。多分そんな悪くもない盤面だし、ここで雷撃出すか。永久退院、そういうのがあるんですね。あらま、あらま、ちょっと嫌なキャラ出てきた。ちょっと待って、話変わってくるようなキャラクターが出てきました。相手にでもまあこっちしかないか。絶妙に弱い。絶妙な弱さ。これ B3 でコンボつながれたらまずいな。回復入れながら、あ、そっちから、そっちからならギリ耐えるんじゃね。 OK、 分かった。いや、それは B3 で繋がないと、ウンディに右で。そしたら多分あんた勝ってたよ。よいしょ。OK、対戦。あざした。さあ、ラストラニーですね。ここか。お、駅ドナ。駅ドナ引けている。はい。純正だけど、ここに待ってる。はい、というわけで、ちょっとね、乱入が入っておりました。はい。まあ、これもね、こういうのも生活感があって、よくはないか。まあ、悪くもないでしょう。はい。でまあまあまあ、あの罠は多分リリティとかだったんで、リリティかときめぐらいの特殊か、まあ、ポーリプスっていう線もあったんですけど、なるほど、そっちから来る。敵の初手から引けてるのは偉いね、マジで。800ずつだから4ターンでマックスか。ってことはそろそろマックス？いやー迷う、めっちゃ迷う。いや、こっちでか。生き残りコンボ使いたい欲がすごい。やばいわ。いやーむずいねー、これは。
うん、それはほっとけばいいかな。いいサンプルになってくれ。さあダブコンの構え。OK。ダブコンの構えだが2400こいつ出て、こいつがライフバレー大体、うわあ嫌だねそれ。はい、2500、2400で5000ぐらいでしょ。5000ぐらい、うん、飛びません、うん、飛びません。これは出すしかないけど飛びません。これは激怒な、頑張れ。想像もできんぐらいの火力出せ。あーな、飛んだ、なんか飛んだ大自然が刺した。相手なわけでね、火炎3枚入れて、ビナでね神デッキやっていったんですけど、まあ、まずね新ゴマからいきたいと思います。はい、新ゴマこれね703ターンなんですけど、あの悪くはないんですけど、やっぱりね火球ってねスキルね火力低いんで、そこがネックすぎましたね。特にコンボね、コンボウンディーヌ2400確定で出るからね、 ほぼほとんど。でもこいつ最大で2500だからね、まあちょっと絶妙かな。あのね転結戦でも結構こいつのせいでヒヤヒヤさせられたとこではあるんで、うん、だからまあ入れなくていいかなって感じです。はい、であとねこのエキドナちゃんね、初手から引いたら強かったね意外と。うん、あれはまああのクラリーチェの仙台賞プラスエアで削ってくれたから、こいつのライフバーが上がってギリ飛ばせたって感じなんで、まあ奇跡っちゃ奇跡なんですけど、うん、まあ、初手から引けたらめちゃくちゃ強い。だってこいつ4000出した後に3100コンボ出してますから、こいつで7000削ってますからね。うん、そう考えると初手から引けたら強いけど、まあ安定させたいなら入れるべきではないっていう感じですね。はい、でこいつはもう論外です。絶対に入れないでください。カップ戦要員でもギリコスト5だったら使うぐらいの駒だと思います。はい、ということで、この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターの方もやってますので、ツイッターの方もぜひよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。